第14回アジ,アジアジュニア新体操選手権大会で優勝した常葉学園中学校高等学校新体操部の4人が5月26日に知事を表敬訪問しましまた大会は4月28日から5月1日にかけてカザフスタンで開催常葉学園は中学1年生から高校1年生までの5人でチームを構成し 外国勢とのの差を跳ね返して、見事、初の総合優勝に輝きました。若杉恵里奈首相は日本からの応援のおかげで優勝できた大会で学んだことを生かしチーム一丸となってこれからも頑張りたいと挨拶また選手たちはカザフスタンという異国の地の風景や文化に触れ多くの驚きや感動があったことを報告。 総合優勝の証である金メダルを手にした川勝知事はこれまでと同じように一生懸命努力をして美しい技を多くの人に披露してくださいと選手たちを激励しました彼女たちの夢の舞台は4年後2020年の東京オリンピックでの活躍を見据えさらなる飛躍が期待されます